皆さんこんにちは。元ロアソフの元ミッドフィルダー原田拓です。絆対談、今回のゲストは背番号23番ディフェンスの小谷幸です。さて今回は富士バンビ熊本よもぎ荘本店様よりお送りしております。富士バンビさんといえば一番出てくださいね、黒糖ドーナツ棒。黒糖ドーナツ棒だよ。黒糖ドーナツ棒もいいんだけど、新商品がボヤージュベリー。おしゃれですね。ちょっとぜひ食べて、あのその後の食レポ的な、はい、でもちょっと期待してるから、はい、じゃあいただきます。うまい。いちごのすごい味がするクッキーです、うんうん、おお、それじゃああれ食レポの仕事来ないね。ちょっとお手本いっていい？お手本はい、お願いします。これですよ、これ。いただきますよ、いただきますよ。うまっ。やっぱりあれじゃない、こう甘すぎず、あーそれです ね、はい、甘すぎず甘くなさすぎ すぎずやっぱりこうね、ちょうどいいですね、ちょうどいい、何枚でも食べれるような。やっぱり今日対談させてもらう中でさ、ウィキペディアをちょっとね、はい、見させてもらった中で、はい、なんか大きなその怪我を前にしてた。それ高校3年生の時に、うん、国家性禁煙っていう怪我を、うん、大きな怪我をしてしまって、うん、でそれで 2,3 ヶ月できなかったっす。具体的なそのあれはどういうその怪我の、試合で相手とぶつかって、うん、練習試合で、うんうん、でこの左足の太もも、うん、ももかんね、ももかんが、うん、はい、入って、うん、でそれがあんまりよくうまく治らずに、うん、そのままずっとプレイしちゃってて、してたら、うん、その血の塊がどんどん固まっていくっていう怪我なんですけど、それ結局どうやって、もう薬で、あ薬なんだ、飲み薬を飲んで、それを溶かしていくみたいな。もう今はもう全然問題ない。そうですね、今はもう全然問題なくプレイしてるんですけど、一回そういうのがあったっていうことで、うん、そうやってももかんとか接触した後のケアとかはしっかりするようにしてます。じゃあ小田、はい、このコーナーのね、恒例のね、一問一答という、ね、コーナーがあるんだけどさ、はい、でそれにちょっと今から答えてもらうから、はい、もうテンポよくね、テンポよく、テンポよく直感で OK、はい、ストロングポイントは、対人プレー。座右の銘は、継続は力なり。ルーティーンは、勝負パンツを履く。仲がいい、よく絡む選手。上原拓郎。理想のサッカー選手は、実名でお答えください。ジョン・テリー。サッカーを始めた年齢は、小学1年生の頃です。どういうきっかけで、お父さんとお兄ちゃんの影響。今でも忘れられない指導者の言葉。あ、謙虚に真面目に。プロを意識したきっかけは、中学の時にセレッソのジュニアユースに、合格して入った時から意識してます。プロサッカー選手として一番大事なことは、一日一日全力でやることです。サッカーをやってきて一番の思い出は、思い出、あ、プロに入ってからはデビュー戦の ACL です。プロサッカー選手になって良かったこと、やっぱサッカーを毎日できることです。プロサッカー選手になって悪かったこと、たまにだらけちゃうとこです。サッカー選手じゃなかったら何になってた。あ、消防士。いくつまで選手でいたい。35。引退後は、引退後は、営業マン。プロになれた人となれなかった人、一番の違いは何だと思う。うん、以上です。ありがとうございました。じゃあ今度はちょっと
先ほどの一問一答で気になったところをちょっと掘り下げますけど、一つ目気になったのがルーティーンは勝負パンツ、はい、シーズン始まる前にバレンタインデーを奥さんにもらうときにそのパンツをくれるんですよ、実は。これを今シーズンの勝負パンツにしてって渡されるんですけど、今年はめっちゃ明るめのピンクです。あ、じゃあそれを履いて毎回試合に向かってると。そうです。でも今年ちょっとほんまその激しめっていうか明るいんで、ちょっと恥ずかしいんで、早めにみんなロッカーで着替えるようにしてます。で、次ちょっと気になったのがサッカー選手上がったら何になってた？消防士。はい。なんでそれは？いや、なんか自分のこのなんか性格とかそういうの活かせんのって、ああいう体育会系の仕事っていうか、あのそういうのを考えるとやっぱちょっと憧れはありましたね。いつまでもなんかそういう体を動かしながら仕事したいなっていう。リンクしてこないんだけど、引退後は営業も。そうなんです。だからもう消防士は、もうちょっと30確かなる前なんかあるんだ、にあったと思うんですよ。だから35歳までサッカー選手になりたいな、やりたいなと思うんですけど、やっぱそうなってくると間に合わないっていうところで、なんかこう営業も競える仕事、今みたいな仕事がしたいなっていうので、営業、まあ、漠然と浮かぶのが営業なだけで、ただその年から営業できるんかっていう話になってきますけど、俺がそうなのかって。俺がだけ32で引退して、で初っ端営業にこう入れていただいて今やってるけど、まあ最初はね、まあ今もだけど、まあまだまだもう大変よ。でもいいことだと思うし、ぜひちょっとね、はい、その辺はもう頑張りたい。はい、お願いします。までもぜひぜひお願いします。じゃあ、また最後、あのいつもこう応援してもらってるんで、サポートさんに向けて一言お願いします。はい、熱いプレー、熱い試合をできるように、頑張りますので、ぜひスタジアムに、見に来てください。応援よろしくお願いします。期待してます。はい、頑張ってください。